結構波乱万丈。それでこんな時間から寝てたりしたわけね。うん、そういうこと。ところで、そのつづらって子は大丈夫そうなの？大丈夫って何が？明日になって目が覚めたら、ハトちゃんの荷物持ってとんずらしてたとかそういうの。気をつけるよ、さすがに私も。どうしたの？ハトちゃんはなんか普通っぽいこと言ってる。失礼だよ、ヨウコちゃん。だってハトちゃん、こういう時は悪い子には見えなかったよとか言わない？そりゃつづらちゃんは悪い子には見えないけど、それでもヨウコちゃんは心配して言ってくれてるんだよね。だったらそれもいいんじゃないかなって。でも私が気をつけたところで全然足しにならないと思うよ。しまった、言われてみる。もうだけど、あんまり脅かさないでよね。いやー、夏だし季節だし、少しは初期払いになった？そういうのとは系統が違うよ。そう？じゃあ脅かすついでにもう一つ。あ、実はこれからが本題なんだけど。あれ？どうして切れるかな、陽子ちゃん。
おかしいな。どこに行ったのかな。すみません、この停留所でお客さんを乗せるなんて初めてのことだったんで、私の運転歴の中では降りるお客さんもいませんでしたし。なんだか狐にでも化かされてる気分ですよ。私もです。ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。さて、
お米が熱々のご飯にこうお醤油を垂らした。いらっしゃいませ。誰も見てませんよね。